止まる芯をなくすことと敵の前に入らない。パスコースがどんどんなくなっちゃって、これ追い込まれる。だから引くとパワー受ける。距離取れてんのにボール引くとパワー受けるからっていうところが分かってきたら大事。この中で新たな発見をしていくっていうのも楽しいですね。昨日もまたね、ロンズの動画が配信されて、毎回見るたんびに思うんですけど、いや今の方が全然上手くなってんなっていう感じ。まあタイムラグがあるんで動画配信されるのと今です。昨日見た動画と今日の今のみんなの成長した姿の違いって、これ改めて見てもらったら分かると思うんですけど、間合いを気にし始めて、間合いっていうのは自分の間合いじゃなくて敵の間合い。だから昨日配信された動画ではまだまだボール持ってる時は敵の間合いの中っていうか近く、それから反応してくるのも敵の間合いの中に入ってくるみたいなのが明確に見えてるんですけれど、ただ今皆さんが成長されてるのはその間合いだから、敵からもうちょっと遠い範囲でボールを持って、でボールを受ける方、反応する方も敵から距離を取ったところ、要はゲートの入り口の距離です、まあ、あそこに動けてるっていう、まあ、それだけでも体の向きがまず違ってきます。で目線が違ってきます。で体のスピードが違ってきます。で余裕が違ってきますっていうような変化が起きています。リズム崩し、あ、言って面白いよね、ほんとやっぱ何か独特のステップやり始めた。いやいやいや、いいスイス、面白いです、面白いです。うまい、見切られた。はい、オッケー、はい。うわ、ここだ、目線。うわ、俺は今のは。何か目がもうなんか帽子屋みたいになってる。今日はちょっとこうみんなもやっぱりこう感覚まで結構落とし込めてきてるというか、こう無意識でもできるタッチも増えてきてるんで、こう笑いながらというか楽しみながらなんか練習ができたのがすごい印象的だったなっていうところで、やろうやろうって必死っていうよりは楽しみながら、で清澤さんが言うワンポイントがやっぱりまだその中でも足りてないところだったりするんで、そのワンポイント注意すると、あ、できるようになったとか、あとできるようになった人を見たりとか、そこのなんていうんですかね、清澤さんの的確さもすごいなと思いながら、あと感覚でできているところもみんな増えてて、僕もちょっとずつできるようになってきているかなってところ、それがすごい楽しかったなと思いました。このぐらいから練習がこう笑いながらできるようになってくるのかなと思いました。頭がもう煙が出ちゃうっていうのを最初言ってたんですけど、もう本当そういう感じだったんですけど、今日はもう、あ、この練習ねって分かりながらやってたんで、なんかその中で新たな発見をしていくっていう楽しい練習でした。対ボールだとやっぱりどうしてもあの敵に向かってっちゃって、自分から前入っちゃってる。だから簡単に言えば、このトレーニングで覚えてほしいのは、このブロックを動かすってことを覚えてほしい。ってことは対ボールじゃなくて対人、対スペースの、これこう来るとブロックが動くわけだから、絶対届かない場所に、広い場所を作って絶対届かない場所に持っていくっていうね。戦わずして勝つってこういうことで、どかせといてもう戦わないっていうのがベースに持ってほしい。だからこの人が動かせなきゃこの練習の意味がなくなってくるんで、まずは動かす、動かした上で、ね、動いてくれれば広いとこ行けばいいし、動いてくれなければ一瞬の判断で立て行けばいいし、まず動かす。でそれがチキタカにもつながってきてて、反応してください。はいはい、リターンくれたら、こう動かし、リターンパスとかで動かしちゃえばこういうことができます。いつも言ってる通り、なんで下つくかっていうと、下ついた場合、はい、下ください、あの食いついてくるから、もう一回行きましょう、はい、食いついてきてください、下についてます、で下にボールください、はい、食いついてくるから、だからスペースができてリターンで置き去りすることができます。で例えば横にいるとします、ディフェンス、もし横パス来たらディフェンスって普通どうします？多分まっすぐ来ないですよね、あのこっちがゴールだとしたら、
置き去りできないでしょ、置き去りできないでしょ、横に立つと難しいでしょ。だから置き去りしたいんだったら、はい下にください、はい下に来ると置き去りできるんですよ。横だと置き去りできないで、ついでに癖になっておけばパサン、ちょっと食いついてください、癖になってくれば、ね、食いつかせてパサンドゴーで翔くんも一緒に、人数をかけていくっていうこともできるしっていうことです。なので敵を動かすってこと、頭入れて反発ターンからの、はい、インサイドもうちょいだけやりましょう。そう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 、あ、グッド、安田さん。あの、対人にならないようにね、できるだけもう終わらせる。あ、グッド。そうそうそう、終わらせちゃう。もう勝負しないで終わらせちゃう。動かすことで終わらせちゃう。あ、グッド。だいたい同じぐらいの距離に立って、で、こっからのスタート。で、わざと、こう横向いてスタートします。あ、今自分は横向いて回り始めながらここのスペース見てたんですね。でこうやって相手だったらもう回りきっちゃって、もうあっという間に終わらせましょう。これ見ながら回り始めて、でそう来るんだったら、まあ、もうこんな感じで OK ですか。じゃあ横向きスタートでいきましょう。ちょっと、止まるシーンをできるだけなくしてみて、一番最初に話したことで、止まるシーンをなくすために、例えば止まりそうになったら、ね、止まりそうになったら反発ターンとか使っていくとかね、っていう感じで止まるシーンをなくしていきましょう。止まるシーンをなくすことと敵の前に入らない。で今のはせっかく敵の前に入ってないのに自分から引いたからパワーを受けてる。今オマはこう回った瞬間に、ね、回ってみた瞬間にこれ、はい、ゲートの入り口との距離十分もう取れてるんで、だったら青沼さん次第で、青沼さん次第でもう置き去りしに行ってもいいですよね。だけどせっかく回ってこの距離が取れてるのにまだ引くから、どんどん青沼さんにパワーを受けちゃう。だから引くとパワー受ける。だけど近すぎると敵の前の中入っちゃってるとパワーやっぱ受けちゃう。だからパワーを切りたいと。でパワー切れてれば今度はパワーが切れてれば今度は間合いができるわけだから距離が取れるわけ。あのゲートの入り口との距離が取れてたらもう置き去り。はい行きましょう。距離取れてたら置き去り。距離取れてんのにボール引くとパワー受けるからっていうところが分かってきたら大丈夫。ですよ。しんどいけど今分かり始めて、あい、そう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 、あー、オーマーグッド、オーマーグッド、それ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 、そのタイミング、あー、分かり始めてきた、分かり始めてきた。そう、無駄に勝負しないって言ってるのはこういうことだ。みんなの癖として、これ試合中さっきの一進の位置、こっからこのまんまのスピードで通り抜けちゃってます。通り抜けて、はい、パスコースがどんどんなくなっちゃって、これ追い込まれてっていう現象が起きて、これバルサの講師たちも実際すごい注意してるところだけど、この動きをさせないんですよ基本は。やっちゃダメなわけじゃないです、実際あるんで、あるけどベースとして入り口としてはこの動きやらさないんです。もう半歩下がってここなんです。これを通り抜けちゃうとボールホルダーが苦しむんで、うん、まあでも実際はちょっと通り抜けちゃった、通り抜けちゃったとしても自分からこっち持っていけば、ゲート持っていけば同等でもなるんですけど、
ただそれって非常に難しいことだから、だからベースとしてはこのゲートの入り口で合わせるよ。はい、合わせて、そう、これがベースっていう感じです。で、敵の背中って裏ってここなんで、あっちもあるんですけど、基本は敵の背中の方が裏っていう感じで。はい、じゃあ行きましょう。あ、良くなった良くなった。で、今せっかく間合い取れてたから余裕あるんですよ。余裕あるからこそ、連携した時にこう入っていくのかどうするのか、縦からいくのか、うん、今良かったですよ。パスも受ける方も間合い取れて、そうそうそう、そこグッド、はい、グッドグッド、よ、一気に変わった一気に変わった。この間合い、この距離、もう一回行こう、もう一回行こう。ワンツーしそうになってた。パスと同時にパスした足出てこないともう間に合わなくなっちゃうから、こういう狭いところチキタカってパスした足でそのまま出ていかない。このパスの足で出ていかないと、これ遅れちゃう、もう遅れちゃって、オマが遅れてる。やっぱパスしてこうやって見ちゃってるから、だからこういうことなの。ユッティが狙ってるのは、反発ターンしました、これパスした足でそのまま出ていかないと、うん、だからパスと同時にユッティの方出ていく感じ。あー、グッド、そういうこと、グッドグッドグッド、そういうこと、そういうこと、グッドグッド、うん、そういうこと。ゲートの外で、はい、ストップ。こういう事故が起きちゃうのは敵の前に入っちゃったから。そうそうそう。だから、ユッティが引っ張ってる間に前の外って前の外に走り込むっていうのはどこなのかっていう判断してほしい。ユッティが引っ張ってる間に。いい。はい、終わりましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。